だったんですよ。それは楽しいですね。私もノンストップソン大好きで、ディズニーに行ったら絶対に毎回乗ったのに。わかります。あ、実はその日に豆知識を一つゲットしたんですよ。教えてほしいです。実はウエスタンリバーダストのアナウンスの声は、シルマルコちゃんのおじいちゃんとか、リバーダストシティナインのキャラクターの声とかをしている声優さんなんですよ。そうだったんですね。すごい有名な方なんですね。あ、銀河鉄道スリーナインといえば、私たちが最後に演奏する曲ですね。そうですね。最後にお送りさせていただく曲は、銀河鉄道スリーナインです。もう最後なんですか？悲しまないでくださいよ。この曲は、KBB 伝統のスタンドプレイをして演奏する曲となっております。手拍子があるので、ぜひ参加してみてください。最後なので、もっと盛り上がっていきましょう。それでは、どうぞ。Thank you.
じゃないでしょうか。それでは皆さんありがとうございました。ということで早速登場していただきましょう。千葉ロッテマリーンズより M スプラッシュの皆さんとマー君です。皆さんステージまでお願いします。マー君は後から来るかな。あ、マー君ゆっくり登場です。はい、よろしくお願いします。ということで本日限りの国分高等学校と M スプラッシュの皆さんによるスペシャルコラボステージです。皆さん拍手お願いします。それではどうぞお楽しみください。マー君と M スプラッシュの皆さんによるスペシャルコラボステージでした。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。ここはジョジョマリンスタジアムかと思ってしまうぐらいとっても素敵な演奏でした。素敵なコラボありがとうございました。さあ、そしてマー君と M スプラッシュの皆さんはこの後11時15分からもパフォーマンスを披露していただきます。それでは皆様、この後も引き続き京成バスお客様感謝フェスティバルお楽しみください。